タカチャンネルの動画ショー。最近コンタクトレンズを買いまして、ちょっと違和感のあるタカチャンネルのタカです。本日の日付は4月の25日木曜日、コンプリートセレクションモディフィケーション。はい、見ての通りこちら、小田井さん CSM、 はい、お CSM コンプリートセレクションモディフィケーション、変身ベルトアークルを開けたいと思います。虹アークでゲットしました。このアークル見てください。変身ベルトと書かれてます。今までの変身ベルトとはね、書かれてなかったですよね。ファイズギアとかね、 V バックルとかね、カブトゼクターとかね、ここに注目ですね。 CSM 第21弾ということでね、やってきました。五代さん、これはですね、京本コレクションのクーガーです。京本コレクション、ああ危ない危ない、ちょっとやめてくださいよ五代さん、ショップしないでくださいよ。というわけで、アークル、こちらはね、ほんと光る、回る、鳴るベルトですからね。はい、こちらはすごいですよ、ほんとに迫力がすごいと思います。音量が大きいそうなんで、すごい緊張しております。はい、では行きましょう。開けます。さあ開けるよ、トゥットゥルー、開けよう開けよう開けちゃおう、開けちゃおう開けちゃおう開けちゃうよー、シーン、いでよアークル、じゃーん、おー、こういう感じでお見せしましょうか。はいはい、すごく、うわすげえ、すごー、はい、この梱包の仕方、これは何か、あのカブトゼクターを思い出しますね。これはちょっとこのペリペリちゃんをペリペリしてみましょう。ペリ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 ーノ、ペリーノです。はい、大きい箱ですね。はい、かっこいいね。この黒の影ができてるところがまたいいですよね。あの味がありますよね。すごい、これはすごい。はい、こちらの商品、炭酸電池を4本使用します。こちら、そして側面見てみましょう。はい、こちら、はい、古代文字が書かれてますね。古代文字、ああそういうことか、わかりました。これね、それぞれの各フォームの赤い字でマイティホームでしょ。こっちがドラゴンホーム、おおすごい。でこっちがタイタンホームで、そしてペガサスホーム、撮影日が平成終わり間際なんで、はい、すごくね興奮しております。最高だぜ、イエー、うっすー。じゃあ裏面も行きましょうか。裏面こんな感じです。はい、裏面は霊石が映ってますね。デラックス版は持ってませんし、僕ね、はい、CS 版も持ってないですけど、これだけはやっぱり本当手に入れておきたかった。本当にこのアークルは、これはすごいですよ。はい、開けます。ちょっとじっくり見させてもらいます。はい、おお、ちょっと取れちゃった、いきなりもうカバーが取れちゃった。ちょっと仕切り直しましょう。ちょっとどんな感じか、ワクワクします。うわすごい、すごいっすよこれ。はい、アルティメットホームお出ましです。はいはい、古代の戦士なんですよね、クーガーね。古代の戦士、平成の2000年にやった小田切丈さんが演じた仮面ライダークーガー、この作品のベルトです。すごいですね。はい、最高のベルトですよ。では開けます。うおー、すごい。こんな感じで、説明書。ライジングアークルアーマーですね。こちらがアルティメットアークルアーマー。はい。2種類ついてます。一条薫の携帯電話、ベルト止めです。アルティメットアークル用装飾パーツですね。こちらです。じゃん、うおー。はい、こちらがベルトです。はい、ではね、こちら、ベルトのね、サイド部分にね、電池を入れます。はい、電池蓋開けます。この電池蓋ね、黒塗装になってるんですよね。だからちょっとドライバーで開けると、ちょっとね、黒が剥げちゃうんですよ。はい。こちらが難点ですね、ちょっとね。塗装が剥げるっていうのがちょっと残念。ここがマイナスポイントかな。でもこのね、ベルトに合わせてね、黒にしたんだと思いますよね。はい、電池蓋開けました。そしてこっち側のね、電池蓋も開けないといけないですね。はい。でも一時予約でね、即完売でしたからね。
ほんとね、すごい争奪戦が繰り広げられましたよね。プレミアムバンダイでね。はい、開きました。はい。では、サイド部分、4つの電池を入れます。いやー、すごいね。ほんと楽しみですよね、これね。この光る、鳴る、回る。この3拍子揃った最高のベルトがね、ついに我が家にも届きましたんでね。一家に一台アークルです。いやー、ほんとね、これはほんと、マジヤバですよ、マジヤバ。ちょっと紹介し忘れてたんですけど、説明書の袋の中にウレタンシールも入ってました。はい、装飾パーツ、すべて付け終わりました。こんな感じで、金色の装飾パーツが付けられました。では、こちらのね、ペリペリをね、開けたいと思います。はい、こちら、ペリ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 、てーん、てーん、てーん。というわけで、これで変身ができますよ。はい、変身遊びやってみましょう。はい、電源ボタンここにありまして、クーガのマークがついてるのを、と、あと D っていうマークがついてるのがあって、電源スイッチ、こちらノーマルモード、クーガのマークがノーマルモードですね。はい、で、こちら D 特殊モードっていうのが、ディケイドに出てきた時のクーガのモードになるための D の。はい、というわけで、僕はですね、こちらの最初はですね、もう、クーガのマークのスイッチを入れます。はい、いきます。やっぱり長い。これは長い。これは長いよ。起動長いよ、これ。すごいね。じゃあ行きます。ではここの、マイティホームから行きます。両側から鳴ってますね、待機音。行きます。じゃあ変身ボタン。変身！おー、すごい。すごいね。これはすごい。回転してるんですよ、中でね。モーターがガーって。すごいですよ。これ初期のね、この仮面ライダー1号ライダーを、のベルトを踏襲してますよね。とてもね、かっこいいベルトですよね。はい。すごい。じゃあ続いて、ペガサスホーム、行きましょう。はい、こんな感じで、はい、変身できました。続いては、じゃあ、ドラゴンホームで行きましょう。おー、かっこいい。すごいね。これはすごい。はい、続いてじゃあ、どんどん行きましょう。タイタンホームですね。タイタンホームに変身します。紫色のボタンを押します。いきます。タイタンホーム。はい、いきます。で、そして、手をかざす。かっこいいね。かっこよすぎでしょ、これ。電源切ります。はい、いきます。まず、はい。では、白のクーガに変身します。これで変身が終わりましたね。はい。これ、多分殴りながら多分変身しているシーンですね。シーンを再現してますね。では、続いて、変身ボタン、いきます。1回目。必殺技遊びなんですけど、これはね。必殺技遊び。じゃあ2回目もう1回いきます。2回目のグローイングキックが鳴ります。いきます。はい、こういう感じですね。はい。
すごいね、かっこいい音が。はい、すごいです。じゃあちょっと続いてどんどんいきましょう。3回目の必殺技音が鳴ります。はい、いきます。いやー、すごいね、かっこいい。はい、で、いきます。じゃあ今度はマイティーホームにホームチェンジします。はい、こんな感じで、こちらの変身ボタンを押さなくても、もう覆っただけで変身遊びができるんですね。ホームチェンジ遊びできるんですね。こっからこの状態から変身ボタンを押すとマイティーキックがなります。いやー、かっこいいね。すごいっすよ、これ。ほんとに。素晴らしいね。はい。じゃあ続いて、ペガサスホームでいきます。おー、すごい。そして必殺技、遊びいきます。はい、ペガサスボーガン出現音が鳴りましたね。はい、続いて、ブラストペガサス必殺技音っていうのが鳴ります。この爆発音まで鳴るっていうのがすごいですよね。はい、どんどんいきましょう。ドラゴンフォームに今度は青のクーがドラゴンフォームに変身します。はい、来ました。そして必殺技音鳴らします。ドラゴンロッド出現音。そして2回目以降はスプラッシュドラゴン必殺技音が鳴ります。来ます。はい、続いてじゃあ行きましょう。タイタンホーム行きます。タイタンホーム行きます。おお、これもね、かっこいいよね。音がほんとすごいね。うん、超変身、超変身の音が。変身ボタンを押すとタイタンソード出現音が鳴ります。はい、行きます。かっこいい、なんか剣の音って感じがしますね。ソードの音が鳴りましたね。はい、2回目以降、カラミティタイタン必殺技音が鳴ります。はい、いきます。いやー、すごい。これはすごい。ほんとね、最高ですね、これは。はい、というわけで、いかがでしたでしょうか。 CSM アークル、これは遊びがいがね、あります。本当にね、いろんなね、モードがあって、いろんなパターンで遊べるんで、すごいです。本当にこれは紹介しきれなかった部分あるんで、ちょっと次回に持ち越しということで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。はい、というわけで、タカチャンネルでした。グッバイ。タカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、
タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。